第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会、通称ウィンターカップの愛知県大会、オール愛知の女子決勝リーグの模様をお送りしてまいります。これから行われますのは名古屋市にあります桜花学園高校と、同じく名古屋市の名古屋経済大学高倉高校の一戦です。まもなくティップオフの時を迎えます。この試合の放送席をご紹介いたします。解説には愛知県立名古屋南高校女子バスケットボール部顧問杉浦浩二さん、実況横田光之でお伝えしてまいります。杉浦さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リーグ戦も進んでまいりました。それぞれにとっての今日の最後の試合ということになりますね。はい。さあ、こちらが桜花学園です。今日はこの試合は黒のユニフォームです。決勝リーグ、今日午前中に行われました名城大との試合は101-64、大差をつけて勝利を収めてきました。一方、白のユニフォームが名経大高倉です。今日の午前中に行った試合、安城学園に59-86で敗れております。したがって杉浦さん、これ、桜花学園勝利しますと、3勝してこの県大会優勝ということになりますね。そうですね。はい。さあ、ではスターティング5をご紹介しましょう。桜花学園です。4番横山、5番の鈴木、8番菊池、9番田中、10番の福尾という5人です。一方、名経大高倉ですが、4番東郷、5番藤本、7番ディクソン、10番佐久間、15番ドゥオーナ吉田ニコリーとなっております。白のユニフォーム、高倉高校、そして黒のユニフォーム桜花学園です。まもなくティップオフとなります。まず最初のポゼッション、黒の桜花学園です。さあ、早速ドライブで切り込んでいく。ファールもらいました。ツーショットです。どうなのファールだったでしょうか。そうですね、ちょっと桜花学園の菊池選手に対するこうマッチアップが高倉遅れちゃいましたね。はい。これで2本のフリースロー獲得です。フリースローは菊池です。1本目はしっかり決めました。まず序盤ですけども、入りの部分ではどのような点がポイントになりそうですか。やはり桜花学園のこうサイズがあるペイントエリアを高倉高校がどうやって守るのかというところはやっぱり注目したいですね。はい。これはやはりどのチームにとっても、そうなんですね、対戦するチームは大事ですね。はい。さあ、今度は白の高倉高校のポジションです。藤本、チャンスを伺いながら一つピックをかけてドライブで切り込んでいく。左手で決めました。前から仕掛けますね、高倉は。もう早速ディフェンスで積極的に決めますね。ここは福岡に通りました。福岡です。これは出花が、立ち上がりから自分たちに主導権持っていきたいというような表れですかね。ディクソン、7番のディクソンから10番の佐久間、そして藤本から東郷です。もう一度藤本に戻します。ダブルチーム気味で来たところ、残り5秒です。ショットクロック、東郷を打っていく。リバウンドは桜花学園です。ファールがありました。9番の田中に対して高倉高校の5番藤本選手ですかね。藤本のファールですか。はい。勝てばこの決勝リーグは3勝全勝ということで優勝を決めることになります。桜花学園です。コーナー、ここで福岡に入ります。うんと、ファールがトラベリングがありましたね。トラベリングですか。高倉高校は先ほどのゲームとは変わって、はい、出足からゾーンプレス、それからゾーンディフェンスを敷いてますね。高倉高校はここまで、1勝1敗ということになっています。ただ安城学園との試合が59-86で敗れたということになりました。3ポイント落ちました。リバウンドからなんとかつないだ。ジャンプボールステーションです。したがって、高倉高校のポゼッションです。杉浦さん、高倉高校としますと、はい、もちろんこれ桜花学園に勝って、その、結果以下でこの全国大会出場を、ね、はいはい、2枠なんで、はい、ですからもう勝利が必須という形になります。そうですね、全国に向けては。さあ、桜花学園、桜花はここで福岡から出して
打っていく鈴木。このリバウンドなんですよね。やはり192センチあります。このショット落ちました。セカンドチャンスはものにできず。この試合ですけれども、桜ヶ丘高校は井上慎一監督、岡学園高校、岡学園高校、はい、井上慎一監督入ってますね。そうですね、戦況を見守っています。大川県の名将。さあ高倉高校はディクソン、ここは当たりませんでした。ターンオーバーです。ちょっと目が合ってなかったですよね。ここ切り替えてこうやって前からディフェンスでリズムを高倉としては持っていきたいですね。はい、高倉高校は福井修斗監督が率います。スリーポイント落ちます。2番の後にファールがありました。5番の鈴木のファール、こちらですね。井上監督見つめています。少し体調も一時期崩されてたということもあって、でもそうした中でもね、こうやって、そうですね、その間もやっぱり、長門コーチの方がしっかりチームの方を見てましたし、選手としてはやっぱりインターハイ負けた悔しさがこのウインターカップにつながっていると思いますね。いいパス通りました。決まった。ナイスプレーですね。さあ4対4です。先ほどもこのように外でボールを回して、今度はドライブでキックアウト、ディフェンスかわしながら、上です。オーバータイムですかね。ここもターンオーバーになりました。桜花学園ちょっと立て続けにターンオーバーになってますね。そうですね、やっぱ高倉高校のこのゾーン効いてますよね。そうですか、はい、高倉としては挑む形にもちろんなりますから、これできるだけ前に出たいですね。そうですね、東郷、東郷フローター、リバウンド通った。ただここでその後ろカバー入っていました。これ1対1。ディクソンファールもらいました。これ2ショットになりますか。そうですね、ショットファールですね。シュートモーション中のファールということで、2ショット2本のフリースローを与えられます。3年生ディクソン・ミシェル。これは決まりました。明慶大高倉率いるのは福井修斗監督、39歳、就任15年目です。外でボールを回しながら、もう一度横山に入れる。横山のシュート決まりました。10番は佐久間、そしてディクソンから佐久間のスリーは落ちました。ここまでのそれぞれのオフェンスはどうでしょう。そうですね、高倉高校も、今10番 の、 佐久間選手、はい、サイズあるんですけどスリーポイントも上手な選手なので、それ以外4番5番 の、 選手たちがこうボールしっかり回しながらというところは、いい高倉のらしいオフェンスの形ですね。ここドライブで切り込んでいく。リバウンドこれ弾いて、ボールはオーカボールですね。そうですね、一方のオーカのこのオフェンスどうですか、ここまで。そうですね、やっぱ相手がゾーンディフェンスしてるんで、どうしてもこう中にいつものようなこう入ろうと言われるプレーで福岡選手狙いたいんですけども、これですね、ここ入りました。はいはい、ここは強さがあります。やっぱここが軸になってくるんですけども、ゾーンしているので、先ほどの横浜選手の外からのアタックだったりとか、スリーポイント、こういうオフェンスでいいと思いますね。このスリーどうでしょうか。リバウンドは大川です。
でもよく高倉の15番ニコリ選手もリバウンド絡んでますよね、はい、ここがポイントになってきます。決めていく。今2人で行きましたけどもね。そうですね、ああい う, こうダブルチームを仕掛けてみたりとか、うん、例えばボールの出所のところにプレッシャーかけてみたりとか、はい、まあ、いろんなことをこう早い段階で試してみて、うん、どれが効くのかをこうアジャストしていきたいですよね。ディクソン、7番のディクソンです。ディフェンスが手を伸ばして奪いに行った。ここに田中、さあ12対5になりました。7点差、ちょっと高倉の得点が止まっています。ここもブロック、やっぱサイズがありますね。そして横山、ここを決めていきました。タイムアウトを選択しました高倉です。点差は9点に広がりました。14対5の第1クォーターです。やはり立ち上がり高倉高校がディフェンスも積極的でしたけども、ここで効果が点差を広げましたね。はいはい、それまではこういい点差だったんですけども、はい、やっぱりこう桜花学園のこう守って走るこの展開がこう2つ3つ出るとあっという間ですね、うん、まあ、どうしてもこれを流れ切りたいので、うん、高倉の福井先生タイムアウトは、まあ、取らざるを得ないタイムアウトですね、はい、粘り強く守って早い展開を目指すと話します。福井修斗監督です。39歳です。目標はウィンターカップ出場というふうに語っています。1年生10人、2年生11人、3年生14人の高倉高校です。もう本当に高倉高校も力があるので、はい、全国に出ても本当に16、8ぐらいいくような力があるので、まあ、ぜひこの試合そういう自分たちの持っている力を出し切ってほしいですよね。ハードなディフェンスから早い展開を武器に粘り強く戦うことができるチーム、そして明るく元気なところが特徴だということです。本当に今年は公式戦以外のこう練習ゲームの様子なんかも聞いてて、県外の全国の常連のそういう強豪校とも、たくさんゲームこなす中で、うん、力つけてますし、うん、ちょっとこのゲームも最後まで楽しみですね。そして今日はこの絶対王者の桜花学園に挑んでいきます。あ、パスをカット仕掛けました。このディフェンスの強度にアジャストしていかないといけませんね。そうですね、東郷ここも通りません。あ、ただここはそう簡単にファストブレイク行かせないようなディフェンス。横山から深津が行く。リバウンドファール、うん、高倉5番ですかね。そうですね、5番の5番の藤本選手2つ目になりますね。そうですね、どうしても高倉がゾーンディフェンス引いてるので、こうリバウンドのところがマンツーマンと違ってこうボックスアウト捕まえにくいので、うん、これディフェンスリバウンド特に意識してやりたいですよね。高倉は11番の灰谷が入りました。まずちょっと得点欲しいですね。そうですね、少し得点止まっている高倉高校。東郷、灰谷、そしてもう一度東郷です。あ、ノールックでパスを渡していきました。ナイスパスですね。これはいいパスですね。ナイスアシストでしたね。ディフェンスですが、あ、ゴールには通りませんでした。こういったリング下に大きなサイズの選手がいる時のディフェンス、はい、先ほどダブルチームもありましたけども、はい、他にはどんなことが大事になってきますかね。やはりボールの出すところですね、出どころにプレッシャーかけるのも一つだと思うんですよね、はい、それから早めにダブルチームをするぞっていうポジショニングで見せて、相手にちょっとパスを入れづらくするというのも一つだと思いますね。東郷のスリーポイント決まりました。まず福岡自身へのこのマーク、そうですね、出しどころですね。そうですね、やっぱ早めにやっぱ寄ることですね。あとは、うん、今福岡選手のところ、こう15番のニコリ選手と、あ、ただここはそうですね、あのポジションでボールが入っちゃうとどうしてももう、うん、はい、
まあ、下手に逆にファールするよりかはまあスコアされていた仕方がないって感じですね。なるほど。さあ先ほどは3ポイントもありました高倉高校。灰谷、ディクソンのフローター、リバウンド取った、決めました。どうなりましたニコリー、4点差になりました。ここを決められず、灰谷から東郷、4番の東郷のドライブ、あっとバランス崩してしまいました。ここで選手が変わります。大川学園7番の森美玲が入りました。福岡がここで下がります。こちらが井上慎一監督です。まあもうこのね高校バスケ界の中では知らない人はいないという、もうおっしゃる通りですね名称です。本当に試合見つめています。スリーポイントは落ちて、その後のプレーでファールがありました。森選手のファールでしたね。はい、大川学園の森のファール。さあ決めてワンポゼッション差に迫れるかどうか。あ、これはアシストになるかというパスでした。キックアウト、形は良かったですね。そうですね、これ入ると面白かったですね。中を見ながら自ら持っていく。さあファストブレイクに行く東郷、 うまく相手との駆け引きでボールを取りましたが、佐久間決めきれず、ここを守りがないとファールになりました。4番の東郷のファール。やっぱりああいうオフェンスでイージーしちゃった後の折り返しのディフェンス頑張ることで、はい、まあ、あの傷口が広がらないんですけど、やっぱりそういうところを、まあ、抜け目なくこう田中選手が走ってこうファールもらいに来ましたよね。1本目成功です。今年の大川は個性豊かな3年生を中心に明るい雰囲気を持ちながらも、練習では常に高い目標を持って互いにバスケットボールに対して意識を高め合っているというチームです。東郷打っていくスリーポイント、サリング下に森がいますが、スリーポイント菊池落ちます。残り24秒です。第1クォーター、ショットクロック使い切るともうほとんど時間残されていません。東郷が行く、東郷行った、ファールもらいました。時計は残り11秒です。あ、オフェンスファールですね。オフェンスファールですか。東郷のファウルでしたか。そういうことです。多分ドリブルをついてない方のオフハンドでちょっとディフェンスをクッと押してしまったっていうファウルですかね。残り5秒、シュートは復活、落ちる、これ笛です。残り1秒です。第1クォーター終わりました。明慶大高倉と大川学園の一戦、第1クォーター終わって18対2、大川学園6ポイントリードしています。大川学園対明慶大高倉、第1クォーター終わって18対12、大川学園6ポイントリードです。杉浦さん、第1クォーターどうだったでしょうか。はい、大川学園の高さに対して最初から高倉が、あ、今もそうなんですけど、ゾーンをしましたね。2-3ゾーンですね。で、
これが結構やっぱ効いてたなっていう印象がやっぱり一つ、はい、それから岡学園はまあ相変わらずこう基本に忠実な守って走ってというところ、はい、第2クォーターまた高倉が何か用意してくるのがあるのかなっていうのはちょっと見どころだと思いますね。このクォーター大川は横山、鈴木、森、菊池、田中、そして福岡です。さあ一方高倉、まず最初のポジションは得点ならず。このシュートは決まりました。7番のディクソンです。東郷、そしてディクソン、佐久間、さらに灰谷、そして両内吉田、ニコリという5人です。ここもゾーンできますが、ここシュートは落ちます。リバウンド取った。大川がこの後どうやら選手交代をしてきそうです。そうですね。シュート落ちるがリバウンド取ってファールになりました。ツーショットです。そしてここで選手を変えます。大川学園は5番の鈴木が戻ってきました。森が下がります。1本目落ちました。3年生のディクソン・ミシェル、2本目も失敗。決まれば2本決めて2点差というシーンでしたが、ここで福岡に入ります。ダブルチームでいった。しかしそれをものとしません。これで福岡10点目。あそこに入っていればダブルチーム仕掛けてるんですけど、どうしてもこうベースライン側にターンさせたくないですよね。あ、ここは通ってエンドワン。高倉高校2年生コンビのいいピックアンドロールでしたね。高倉のルオーナのバスケットカウントです。ワンショットも成功。これで、ドーナ吉田ニコリは9点目です。これ大川にとってはこれをドーナ吉田ニコリ対策も必要になってきますね、きっと。そうですね、本当にいい活躍してますもんね、今そのドーナと福岡がマッチアップ。オーバータイムですね。3秒オーバータイム。やっぱり大川学園10番の福岡選手に入れたいんですけど、なかなか入れづらくて、今オーバータイム。こうやってやっぱ高倉のゾーンが効いてます ね。 そうですね。さあディクソン、ディクソン難しい体勢、リバウンドに来ました。ファールになった。福岡のファール。佐久間選手いいリバウンドでしたよね。今こうスルスルと入ってきましたね。さあこれ2本決めて1点差まで迫ります。でもこういう時間帯に岡学園もしっかり5人でハードルして修正ポイントを確認して、はい、まあ、きちっと修正してくるんでしょうね。3年生の佐久間琴葉、2本目落ちました。2点差です。今度はドライブでいった。キックアウト、スリーポイントは決まった。田中のスリーポイント。これやっぱりインサイドかなり警戒されている中で今のスリー。そうですね、やっぱり中があっての外ですよ ね。 ね、やっぱ田中選手こういう苦しい時間帯よく決めてきますもんね。これがあるとまた中が空いてくるかもしれませんね。入ろう、いい形でパス通って東郷選手よく見てましたね。これで堂の吉田ニコリは11点目。アウトオブバウンズ、大川ボールです。いや、お互い決めたいときに決めてくれましたね今。さすがですね。3点差、これは落ちます。鈴木のスリーポイントでした。
灰谷、もう一度東郷に戻して、ここは前に福王がいます。ああ、乗っかってしまいました。ファールになりました。ここで選手が入ります。15番の深津結菜が入ります。福王が下がります。この4番5番の選手をよく変えてきますね。そうですね、あの今年の大岡の特徴タイムシェアですね。はい、シュート落ちて点差は3点です。ワンポゼッション差。シュートは決まった。スリーポイント、深津のスリーです。こう守る側としますと、インサイドの選手がこう、はい、頻繁に変わるっていうのはどうなんですか。そうですね、あのやっぱり守る側としてはやっぱり交代した選手がやっぱりこうフレッシュな状態で来るので、はい、あのちょっと守る方としては嫌ですよね、やっぱり。しかもタイプも若干当然変わりますもんね。はい、ここで大川学園高木南が入ります。口が下がります。あ、もう一回これハードル組んでますね。そうですね、あのやっぱこの第2クォーター入って高倉高校のオフェンスが、あの打つべき選手が打ったり、ええ、あのアタックする時にはアタックしたりということで、はい、本来の高倉のいいオフェンスのリズムだと思いますね、うん、逆にそこを大川がちょっと捕まえきれてないんですかね。そうですね、2本とも成功です。佐久間、追いかける高倉としてはこのディフェンス、振り向いてのシュート落ちましたが、あっとリバウンドの後のパス通りません。ターンオーバー。選手を変えます。かなりこう頻繁に選手を変えていきます。そうですね、7番の森が入りました。5番の鈴木とわが外れます。しかも今岡学園のファールもうすでに5つですね。そうなんですよね、珍しいですよね、この早い時間から岡学園がファールタッチっていうのが、はい、3ポイントは東郷、惜しい、入りませんでした。ペリメーターのショットは入らず。ディクソン、東郷からここ守ります。岡、ああファールだな。ツーショットです。ファールは2つ、もうファールすでに溜まってますからこれでいいんですよね。そうなんですよね、高倉は。なんでやっぱ第2クォーター入って高倉高校のこう思い切りのいいこのアタックがこのファールを誘って、もうこの早い時間帯からこうボーナスがもらえるわけですから、これ高倉追いつくチャンスですよね。もう1本決めれば2点差です。2本ともしっかり決めました。佐久間選手もフリースローいいですね。そうですね、やっぱシュートが上手な選手なので、うん、フリースロー5本決めてますね、うん、トラベリングですね。トラベリングバイオレーション、ちょっと大川学園のリズムが崩れています。そうなんですよね、やっぱりこの高倉のゾーンも効いてるんですよね。さらにまた変えます。8番の菊池が入りました。さあ、まあこういう時こそ、まあ大川学園はきちっとこうハーフコートのマンツーマンでもう一回リズム立て直す、うん、そういうことをできる選手たちの集まりだと思うので、やはりリズム悪いときはディフェンスからですね。そうですね、さあそのディフェンスどうでしょう。やっぱハードになってきてますよね、ーボールもらう前のところも。あ、ここもスイッチして打つしかなかったが、スリーポイント落ちます。ここは守りました大岡。ここから反転攻勢となるでしょうか。うんと、シュートは決まらない。形は今できてましたけどね。そうですね、そうですね、ボールこぼしたところ見逃さず奪い返しました大岡。
リング下で、ああしかし後ろフォロー入っていました。ファールになりました。これシュート前ファールですね。ムーですね。7番のディクソンのファールだったようです。第2クォーターまだ4分30秒あります。守って同点に追いつけるか高倉。スリーは菊池、リバウンド取った、自ら取って、あちょっともったいないファウルでしたね。バスケットカウントです。あそこやっぱ1つ目取れないときチップアウトするのも1つだと思うんですよね。やっぱ無理をすると、そうなんですよ、うん、でこれでやっぱ3点プレーになっちゃいますもんね、はい、あこのあただリバウンドを取りました。奪い返したこれチールした統合、ね、横山選手もさすがですね、取られたら取り返すですね。そして決めていきました。ニコリ選手の、まあ、しっかり手を上げてたんですけど菊池選手の頭に当たっちゃいましたね、うん、あこれワンショット。これも決めました。ワンポゼッション差まで来ましたが、ここで7点差。でも高倉同士はまだリズム悪くないんで、ここからもう一回、うん、点差が縮まると面白くなってきますよね。逆にここで引き離されるとちょっとそうなんですよ、難しくなりますよね。はい、スティール狙っていました。15番の深津結菜です。こういうプレーがやっぱりチームに流れを持ってきますよね、うん、深津選手。しかもショットクロックは残り7秒です。これ簡単にボールを、あちょっとイージーでしたね、この打たせ方は。スリーポイント決まらず、東郷、そしてディクソンはどうか。バウンスパス、ナイスアシスト。打った後自分で取りってのも良かったですよね、うん、しかも周り見えてましたね。そうですね、放送席でもこの高倉のポストポストって声聞こえますもんね。そうですね、これは決めました。菊池です。意外とこう難しい距離のシュートなんですけどね、はい、いいシュートはやっぱさすがですね、菊池選手。7点差になりました。なかなか出しどころがないか。残り4秒、アウトオブバーンズでオーカーボールです。やっぱ菊池選手ディフェンスもいいですね。うん、やっぱ構えがいいんですよね、菊池選手。やっぱ姿勢が本当に。どういうところがいいんですか、その姿勢の取り方がただただ低いだけじゃなくて、しっかりハンドワークもいいですし、やっぱ日頃の練習でも本当に声出して、はい、チームの雰囲気を高めてくれる選手だってことを言ってましたね。横山のスリーポイント決まりました。ここでタイムアウト、高倉高校です。得点36対26、10点差に広がりました。2点差まで詰め寄った高倉ですけれども、まあ、ここはちょっともう1回残り2分まだ26秒ありますから、はい、もう1回1桁にっていうことのために、うん、高倉福井先生のタイムアウトですね、はい、自分たちの強みである粘り強さを武器に絶対にウインターカップに出場しますという意気込みがあります高倉高校です。一方の大岡学園、2点差まで迫られましたが、ここで一気に点差を広げました。大岡は今年は1年生10人、2年生7人、3年生10人というチーム、まあ、学校自体も運動部以外にも文化部などの活動も活発という高校です。インターハイ優勝25回、ウインターカップ優勝24回、ものすごい数字を持っているチームです
国体の優勝の数も数えるとやっぱもう70回超えてますからね。はい、国体優勝も22回ですから、はい、合わせるとすごい数になります。上昇軍団といっても差し支えがない桜花学園。さあゲーム再開です。第2クォーターは残り2分24秒灰谷、なかなかドライブいけない。ここでいく。おお、これはオフェンスファールだな。はい、やっぱりリクセン選手のドライブ、やっぱ菊池選手分かってるんで、はい、しっかりこう体の中心にトルソーで受けて、うん、あのオフェンスファール誘いましたね。まあ、オーカーファールもかさんでいるのでなかなかね、そうなんですよ。ちょっとやっぱり引き気味になっちゃうところなんですけど、まあ、むしろここをオーカーがもう一回ディフェンス締め直したことで自分たちのリズムがしましたよね。その結果オフェンスファールを誘発しました。はい、横山からドライブで行く。バスケットカウント、菊池。いやでも今かなりディフェンスハードでしたけども、最後までこうドライブした後決め切るってところまでが、はい、菊池選手いいですね。これで10点です。菊池12点差。さあ高倉はあと残り1分40秒で少しでも縮めていきたい。佐久間、東郷、あ、かわした。おお、ナイスステップ、うまかったですね。そうですね、あそこで思わず打っちゃってたショットになること多いんですけどね、あのニコリ選手いいですね。さあ、あとはディフェンス。先ほどは菊池のドライブありました。ターンオーバー。今のはどうだったんでしょう。いや、あの大川としては決まったこうゾーンフェンスだったがゆえに、うん、森選手、深津選手に、まあ、約束というか、はい、まあ、ちょっとでももうちょっと確認してパスした方が良かったですね。高倉は11番灰谷に代わって5番の藤本入りました。そうですね、藤本選手1クォーターでちょっとファール加算だからベンチでしたけど、うん、やっぱり本来スタートの選手なんで、はい、ここでもう一回頑張ってほしいですね。これ点差を縮めてこい、はい、ということですね。この3点ですね。ディープスリーリバウンド、岡ここはワイドオープンです。しかしディープスリー決めました。田中今日2本目。まあ、距離あんま関係ないですね。あ、そうですか、ね、難しいと思うんですけどね。あれもワイドオープンであれば決めちゃうという。そうですよね、もう本当に14点差。あ、こぼした、奪いました。菊池がいて決めました。菊池12点目。残りこれで15秒です。最後のポゼッション、地元バウンドパス、ファールもらいました。ツーショットです。2本のフリースロー、これで残りはあと2秒になります。2本目もしっかり決めました。さあ最後のプレー、シュートにはいかず、ここで第2クォーター終了です。点差は一時2点差まで詰め寄った高倉ですけども、桜花学園が点差を広げました。14点差で前半を終えています。前半杉浦さん、それぞれどうだったでしょう。そうですね、第2クォーターの2点差まで迫るその高倉高校のディフェンスが、はい、ゾーンがやっぱ効いてましたよね。でやっぱりそこの時間帯で桜花学園も珍しく早い時間帯にこうチームファールが立つような状況だったので、うん、がぜん高倉のリズムだったんですけども、やっぱり結局最後はやっぱり
岡学園のハーフコートの基本に忠実なマンツーマンからオフェンスというところで、はい、気づけば14点差という、うん、やっぱり強さが見られましたね。そうですね、前半終わりました。44対30、岡学園リードです。オール愛知の決勝リーグ前半終わりました。明慶大高倉対桜花学園の試合、44対30で桜花学園リードしています。一時は点差を縮めましたが14点差まで広がっています。桜花学園に挑む高倉高校ですが、まず杉浦さん、前半しかし、はい、いいペースの時間帯もありましたしね。そうなんですよね、うん、やっぱり桜花学園と戦うにあたって、はい、福井先生、高倉やっぱりゾーンプレスゾーンを第一クォーターから何かこう新しいいつもとは違う仕掛けっていうのは聞いてましたよね、はい。そうするとこれこうまず第3クォーター大事なことは何になってきそうですか。やっぱり高倉としては、うん、もう一回自分たちが今日のために用意した、はい、今日のためにやってきたことをもう一回確認してそこを徹底することですよね、一方の桜花学園がこのまま勝利を手にするためには何が大事でしょう。岡学園は高倉が引き続きゾーンするかどうか分かりませんけども、はい、ちょっとゾーンオフェンスがうまくいってなかった分、まあ、もう一回ゾーンオフェンスもあるんですけども、ええ、それよりもやっぱり岡学園はハーフコートのマンツーマンプレッシャーかけて、はい、取ってブレイクっていう、まあ、この本来の形をしっかりとやっていくことが岡学園は大事だと思いますね、はい。さあ後半の第3クォーターです。14点を追います。明慶大高倉のポゼッションです。桜花学園は、今日の入りのスターティングファイブと同じです。そして高倉も同じですね。そうですね。さあボール入ってうまくかわしながら決めていきました。ディクソン・ミシェル。ディクソン選手はローポストから のスピンムーブだとか、はい、あれはやっぱり得意なプレーなんで、うん、よかったですね今のプレー。そしてあーっと高倉のディフェンスです。やはりここディフェンス圧強めてますね。そうですね、いいと思いますよこれ。あやっぱ簡単にローポスト福岡選手入りませんもんね、ボールが。今パス出せませんでした、はい、そしてここ挟んで、はい、このリバウンド取りたい。上です。24秒です。ノーカウントですね。オーバータイム24秒オーバータイムでした。守りました高倉高校です。最初のポゼッション得点して、そして最初のディフェンス守った、これ大きいんじゃないですか。そうですね、こうやってやっぱり14点差の入りですけども、ええ、一気にというかこう一個一個のプレー、1回1回のオフェンスディフェンストランジションを大事に高倉はしたいですよね。藤本からコーディクソンに行きますが、ディフェンス守った大岡も負けていません。そして田中がしっかり決める。このショットは決めた。さあ大川東郷、バウンドパス通させず、今のもいいですね。そうですね、あノルクでバウンドパス、藤本から佐久間、そしてもう一度藤本、ここは相手が高さがあるが、これ3点ですね、キックアウト、スリーポイント佐久間。いや形としてはいいですよね、はい、インサイドアウトで。あナイスパス、よくパス通って菊池が決めました。あれ結構取るのも難しいアングルのパスなんですけどね、菊池選手、まあ、出した横山選手もすごいですね、さあここ仕掛けますが対応しているディフェンス、菊池ジャンプシュートこぼれる。福
甲には通らず、しかしこのこぼれ球取ってスリーポイントは田中、決めた。田中今日3本目、この3本とやっぱりいいところで決めてきますよ ね、 ね、田中選手これやっぱ決めてほしいところで決めてくれる、チームに勢いを与えます。51点にしました。藤本どうか、リバウンド取っ、鈴木選手のファウルですかね、桜花学園。だとすると2つ目かもしれませんね。まあ、ここで鈴木選手下がります。そうですね。復活が入ります。奪った。そして走っている。菊池が走っていました。フローター、しかし相手ディフェンス触っていたかもしれません。ゴーから戻して田中、横山、そしてもう一度スリーポイント、リバウンド取ってファールになりました。菊池がファールをもらいます。今のファウルはディクソンですかね。タイムアウトを取ります。高倉高校後半1回目のタイムアウトです。そうですね、このままいっちゃうとどうしても20点差がついてずるずるいっちゃいそうなので、どうしてもここは流れ切っておきたいという福井先生のタイムアウトですね。うん、ディクソンのファールだと3つ目ということになります。44対30で始まったこの第3クォーターですが、53対34になっています。19点差まで広がりました。ここまで第3クォーターどうご覧になりますか。そうですね、桜花学園は、まあ、やっぱり最後守った後に走るところまで、はい、しっかり出てるので、うん、いつも通りのリズムが出てきてるのかなと。高倉高校引き続きのゾーンなんですけども、ええ、やっぱインサイドには簡単に入れられてないので、やっぱりオフェンスのところですね、うん、第2クォーターのところであったように、アタックする、ペイントに対してアタックする、はい、そういう場面をもう少し増やすといいのかなという気もしますね、うん、確かにちょっとペイントアタックこのクォーター少ないというか、そうですね、できないという感じで見えますね、はいはい。さあ、菊池のツーショットから始まります。1本目成功。2本目落ちる。さあ高倉、あ、しかしディフェンス田中がつきます。いいですね。今度はディクソン、ボールこぼした。ターンオーバーになりました。まあ、こういうミスした後ですよね、うん、今4番の東郷選手も声かけてますけど、はい、こうやって気持ち切り替えてもう一回ディフェンスやればね、いいと思うんですよね。声をかけ合うことっていうのはやっぱり大事なんですね。大事ですよね、やっぱりチームの雰囲気として。横山のスリーが落ちて高倉、点差が20点に変わっています。スリーポイント藤本、さあファストブレイク、ボールつながっています。あんとこのレイアップを落とした。流れを引き寄せたい高倉。ああ、ここディフェンス行って中に入らせません。スリーポイントは統合。いやー、オフェンスなかなか苦しかったから、ここはちょっと統合選手いい3点でしたね。はい、今日2本目のスリーポイント統合決まりました。あとは5番の藤本選手もスリーポイント得意な選手なんで、うん、はい、まだ入ってはないですけども、うん、打っていくうちにきっと
いいシュートになってくると思うんですけどね。これやっぱり東郷選手が入るようになってくるとまた藤本選手も空いてくるというようなこともありますね。はい、おっしゃる通りですね。横山からボールを回していく、ミスになりました。ちょっと岡学園今はゾーンオフェンスのこう約束の動きがちょっとうまくいってなかったみたいですね、ベンチの様子見てても、さあディクソン、ディクソンの前に菊池、右のコーナーからのスリー、まだ来ません。藤本のスリーポイント落ちました。入ろう、決めてきた福岡です。いいポジション取りでしたね、福岡選手の、まあ、ボールの回しも最後のパスも良かったですけど、逆にこちらはようの吉田ニコリにはうまくは渡らなかった。しかしポジションは高倉です。ドライブから、あ、ここは目の前に福岡が立ちはだかります。ここは大岡が守りました。左、ここはオープンになっています。決めてきた菊池です。これで菊池20点です。アタックもできるし、外もあるし、菊池選手はディフェンスも頑張るし、本当にいい選手ですね。まあ、フィジカルもスリーポイントも別格だっていうふうにアンケートにも答えてくれています。まさにその格の違いを見せています。さあスリーポイントを打っていく、駆け引きから決めた、ようやく来ましたね、藤本選手。藤本のスリーです。イエメン打つまでのこの駆け引きもそうですね、上手でしたよ ね、やっぱり福岡選手とのマッチアップになってスピードのミスマッチがあったんで、今度はしかし福岡です。ただこれで3ポイントで勢い乗れるかどうか高倉。3打っていく、横山から福岡、ファールがありました。藤本のファール3つ目かもしれません。そうですね、これ選手変わります、森が入ります。あ、やはり福岡の、藤本のファール3つ目ですね。大川は10番の福岡に代わって7番の森が入りました。選手を変えるのは高倉です。11番の灰谷が入ります。10番の佐久間に代わって入ります、2年生の灰谷。こうしながらドライブして抜けていく、しかしここディフェンスついている、キックアウト通った、リバウンドは触りましたがアウトオブバウンズ。もう間もなく残り2分を切るところ、点差はこのクォーター開始時は14点差、今は21点差に広がっています。今度は東郷から決めました、いい形になりました。左のコーナーからのスリー、あー決めていく、菊池選手今日いいですね、スリーポイント2本目。ワイドオープンです、決めた、ハイタニ、今日ハイタニ取ってる最初の得点、スリーポイント、やり返しました。思い切りよく打ちましたよね。
それぞれはスリーポイントを決めています。ここはミスマッチになっている。ダブルチームでいった。ここもダブルチーム、ファールになって落ちました。ツーショット、東郷のファールだったでしょうか。これで2本のフリースローです。おそらく東郷ですね、3つ目のファール。そうですね、フリースローは4番の横山、2本とも決めました。これで21点差、残り50秒です。藤本、藤本からパス通りません。うわー、よく取った、残しました。復活がよく頑張りました。残り18秒です。ここで選手を変えます。高倉高校10番の佐久間を入れます。ニコリーを下げます。さあ最後のポゼッション、第3クォーター。ディクソン、ディクソン、ミシェルから、あ、自分で行く、自分で行った、決め切った。最後、今日11点目となるディクソンのドライブがありました。良かったですね、最後。これで第3クォーター終了しました。47対66、依然として桜花学園リードで最終第4クォーターに向かいます。第4クォーター、点差は19点差です。桜花学園対明慶大高倉の一戦です。点差を維持して少し広げた形で桜花学園が最終第4クォーターです。ここまで試合運び、第3クォーターどうだったでしょう。そうですね、やはり菊池選手を、筆頭に、はい、やっぱり桜花学園がディフェンスからブレイクだとか、それからまあ中、外バランスよく点数取る、高倉高校も外回りの選手、東郷選手、藤本選手、それからミシェル選手の良さが出た第3クォーターだったかなと思いますね。はい、さあ残りは10分となります。点差が19点という中での戦い、リードしている桜花学園、勝てば優勝がこの県大会決まります。まず打っていく、決めていった菊池です。これで今日25点目、止まりません。高倉は佐久間、しかし目の前に森が立ちはだかりました。一旦外に出して東郷がもらいに来る。東郷ロングツー決めた。決めましたね。東郷は8点目です。ちょっとパス乱れて、しかしパスつなげて、力田中、森から入って、いい形の入ろうでしたね。福岡が決めました。福岡はこれで16点目です。まあ、高倉高校としては今21点差、はい、これ逆転するためにやっぱり5分までにどうでしょう、10点差。そうですね、10点ぐらいに追いつきたいですよね。はい、うん、もちろんその数字というのは十分にバスケットにおいてあり得る数字です。そうですね、特に高倉はスリーポイントが得意な選手が多いので、はい、やっぱりそこが当たり出すと面白い展開になりそうですね。スリーポイントで言うと東郷が2本、藤本1本、灰谷1本決めています。はい、3、その3はどうか、落ちました。一方の桜花21点差、ジャンプシュート、
リバウンドは取れません。ちょっと福岡が足を痛めたような形です。着地の時ですかね、はい、今戻ってきましたが、もうすでに選手の交代の準備をしています。あ、パス通ったか、ファールもらいました。ツーショットです。その福岡のファールだったようです。そして福岡がここで1回下がります。深津結菜が入ります。2本のフリースロー佐久間、非常に今日フリースローの成功率高い佐久間、決まりました。これで今日10点目。2本目短い、20点差です。ああ、ここリング下ではかなりやり合っています。そうですね、ボールが入る前のところでお互い戦ってますよね。ですね、キックボールです。大岡ボールになります。田中、そして今日当たっています。菊池、ゴール下、キックアウト。ここは守りました高倉です。高倉高校、ドライブで行ってキックアウト、しかし読んでいた。もうちょっと今コーナーの方で合わせるとよかったんですけどね、ずらして、うん、あ、スピンムーブ早い。ファールをもらいました。個人能力が本当に高いですよね、小山選手。これ高校生レベルを超えてますかね。いや、もうちょっと超えちゃってますよね、小山選手。やっぱり本当にあのやっぱアンダーカテゴリーで日の丸背負ってやっぱり世界で戦ってる選手ですから、さすがですね。高木が入りました。横山1本目落ちます。決めて今日10点目、これで10点です。まあそういう意味で言うと、これ将来が本当に楽しみな選手。いや、もう本当に横山選手のこれからがまた注目ですね、うん。ここは合わせで切れませんでした。パス取った、ファールになりました。ファールはディクソンか。そうですね、今ちょっと手が引っかかりましたね。4つ目かもしれませんね、はい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 、あ、4つ目ですね、ディクソン・ミシェル。まあ、第4クォーターですし、この点差なんでやっぱりもうここは下げれないですよね、うん、もうこのまま出し続けてっていうことですよね。佐久間を下げて藤本が入りました、はい、わあ、こう2人でいった。しかしボール出て、大川学園ボール。まあ、大川学園とすると20点差、はい。まあ、ここまで3分ほど経過してもまあ点差を変わってない状況ですね、はいはい。ファールもらいました。ファールはニコリですかね。ツーショットです。まあ、ですので大川学園としてはこのまあ展開でいいわけですよね。そうですね、あのやっぱりインサイドでの点にこの第4クォーターになっているので、はい、やっぱり一番大川としては取りたいところでのスコアなので、うんうん、やっぱりチームとしてこう確率の高い形を継続する。そうですね、はいはい、ハイタリン、藤本、なかなか出せない。かわした、あ、ブロック、ブロック復活です。そしてファストブレイク、
あ、しかしディフェンスついていてファールになりました。で今 よく、ね、藤本選手守ってたんで、うん、ちょっと惜しいファールでしたね、うん、まあ、でも良かったと思いますよ今のディフェンスは。藤本のファールも4つになりました。チームファール3つ目。高木は今日これが初得点。2本目落ちました。点差23点。東郷、藤本、この2人のスリーが今日はありますが、ファールは横山です。横山のファール2つ目ですか。ディクソンから、さあ入ったに、入ったに抜けた、落ちましたけど、あの、うん、ハイタ選手いいドライブでしたよね。ツーポイント。リバウンド取って決めていったのは菊池です。27点目。リバウンドは、あ、ナイスリバウンド、高倉、藤本の3来ません。まもなく5分を経過します。点差は25点。横山ファールもらってエンドワン。あのスピードに乗って横山選手のアタックやっぱすごいですね、はい、チームの絶対的なエース。ワンショットも成功です。かわしていい形です。灰谷です。高木、ゴール下2人ディフェンスいたがシュートにはいけました。しかしここで高倉、藤本の前に菊池がいます。ここでタイムアウトを取りました高倉です。残り4分20秒52対78、点差は結局20点台、まあ、大きなリードになっています岡学園。ちょっと高倉詰めることができませんでしたねこの5分間。そうですね、それだけどうですか、岡学園が良かったというふうに言えますか。そうですね、まあ、岡学園としては、うん、あの自分たちやるべきことをやってたなっていう、あの高倉としてはもうちょっとこう得点が伸びると、うん、はい、っていうところだったんですけど、まあ、しょうがないですけど、うん、まあ、このタイムアウトを開けてもう残り4分20秒なので、はい、まあ、もう一回最後まで、うん、あの自分たちのバスケットをやってほしいですよね、うん、まあ、3年生にとってはこれがもしあの全国に進まないということになると最後の、はい、試合ということになりますね、はい。まあ、あの杉浦先生からしますと、はい、そのこの3年間という中で、まあ、最後の試合、はい、このウィンターカップにつながるこの試合、はい、どんな位置づけなんですか。やっぱりこの高校最後の大会ですし、はい、まあ、全国的に見てもやっぱウィンターカップがものすごくこう、うん、熱を持った大会になってきているので、やっぱここ最後にかける3年生のこの集大成、やっぱり出てない選手も含めてなんですけども、はい、この3年間の成長した姿を最後まで見せてほしいですよね、うん、
やっぱり3年生にとっては本当に特別な試合戦いということですよね、うん、さあ残りは4分を切ります。大川学園が80点に乗せました。大きくリード。明慶大高倉は残る時間であとは自分たちの納得いく攻撃ができるかですね、はいはい、そのバスケを展開できるか。スリーポイント入ったに、リバウンドは拾った、藤本拾いました。ここで24秒ですか、当たってなかったってことですかね、リングに当たらずということで24秒を経過しました。ここで大川は横山選手下げて12番の黒川選手ですね、はい、黒川今日はおそらく初めて投入されました、ね、この試合ここまで本当にあのスタートメンバープラス 2,3 人で回してましたから、うん、逆に大川はこれ全国に向けて選手がアピールする舞台でもあります。そうですね、まあ、誰が出てきても本当に選手層は熱い岡学園ですからね、このまあレベルの高い愛知県においてこのそれを引っ張っている岡学園、はい、スリーポイント高木決まった。高倉は佐久間、そしてこのパスはカットしました。高木、黒川、黒川が長いパス、もう一度黒川、今度は左へ入ろう、通りました、ナイスアシスト。これ一番大川が狙いたい得点ですね、うん、さあ高倉、この大川相手にディフェンスクルガー、藤本が行った、藤本が行った、惜しくも落ちました。でも今日試合としてああいうこう強気のドライブってのは本当にいいですね、はい、ダブルチームでいくディープスリー、リバウンド取りました、ファールになりました。これでファールは東郷選手ですね、東郷選手ですね、4つ目になると思われます。そして堂野吉田ニコリー入ります。大川学園も9番の田中選手に代わって、はい、13番ですかね、大久保選手が入ってきましたね、うん、フリースロー高木、さあ間もなく残り2分です。統合、ノールックで通ればというパスでした、はい、でもこの第4クォーターの終盤に来てもあの統合選手のこうアタック、ディフェンスをこうずらす、はい、うん、いいですよね、うん、やはり自分たちの強さ、粘り強さ、うん、そしてチーム全体が明るく元気なところという、うん、そのチームです。もちろんベンチの選手もそうですが、ベンチに入っていない選手たちもこのね戦い、先輩たちの戦い見てますよね。スリーポイント積極果敢に打っていきました東郷です。一方大川、おパス通ってかわした、冷静、リバウンド自ら取って、これは決めきれない、森でした。東郷のスリー、これも落ちました。フェダウェイ、さあこの終盤早い展開になっています。さあ残り少なくなってきました。スリーポイント藤本、いやでもいいですね、ああいうすぐに打っていくところ、はい、あのやっぱり自分の得意なプレーなので最後までこれ出し切ってほしいですね、そういうプレーを、はい、決して諦めることは、そのプレーが勢いがなくなることはありません。高木のショットは
取って後ろから入ってきた。いい合わせですね。黒川です。残りは50秒切りました。藤本ドライブだ。ファールもらった。やっぱり藤本選手最後までやっぱり気持ちがありますね、うん、3年生の藤本。プレーでこの後輩たちにその姿を見せます。本当におっしゃる通りですね。1本目成功。今日はフリースロー、スリーポイントも1本決めています。2本とも決めました。さあ一方の大岡ですが、35点リードの状況でもう残りあとわずか。愛知県大会のこの優勝が見えてきました。リバウンドは高倉、しかしそこにディフェンスから奪いに行く。なんとか通した高倉高校。残りは20秒切ります。ゴール下入って決めた。2年生の堂内吉田ニコリーが決めました。先輩たちからつないできたボールを決めていった。そして残り10秒です。大川はその高倉に対してトラベリング。いや最後まで本当に諦めずにいいディフェンスですね、うん、この王者の大川学園のからターンオーバーを誘いました。残り5秒です。東郷、東郷ドライブ、ドライブシュートは落ちました。しかし最後まで積極的な姿勢を見せてくれました。試合終了です。女子決勝リーグ大川学園対明慶大高倉の一戦、最後まで気持ちのぶつかる好ゲームとなりました。しかし王者の大川学園が89対56、大きなリードを保ってこのゲームを制しています。まずは杉原さん、勝った大川学園について一言お願いします。はい、まあ、愛知県の決勝、まあ、最後だったわけですけども、うん、やはり見据えているところは本戦の日本一だと思いますので、はい、そこに向けてまたここからいい準備をして、本大会での優勝をぜひ見たいですね。一方敗れた明慶大高倉にも一言いただけますか。はい、本当に最後の最後まで、諦めない姿勢、高校生らしい、特に3年生中心にしたいいチームだったと思いますね、うん、最後まで本当に気持ち切らさずにプレーしてましたよね、はいはい、そして今応援席の方に向かっても一礼をしました。3年生にとっての、この現役最後の試合が終わったということになります。いやでも杉浦さん、本当にこう高校生のこの果敢なプレーっていうのは本当に気持ちが見てていいですね。本当に青春ですよね、うん、でまた愛知県やっぱり岡学園筆頭に全国でも本当に間違いなくトップレベルのチームがこれ出れなかったですけど、はい、高倉にしても、はい、それから明治大にしても、うん、全国に出れば一つ二つ勝てるような間違いなく力があるチームなので、やっぱり愛知県のレベルの高さを痛感しますね。これで大川学園の今大会の優勝が決まったということになりました。お伝えしてまいりましたこの、第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会、この試合の解説には愛知県立名古屋南高校女子バスケットボール部顧問の杉浦浩二さんをお迎えしてお伝えしました。杉浦さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この時間はオール愛知女子決勝リーグ大川学園対明慶大高倉の模様をお送りしました。それではこのあたりで失礼いたします。